静かな場所。ここまで来れば大丈夫だよね。<laughs> 探しましたよ、ノエルさん。ひ響さんいきなり何をとぼけるつもりですか数々の反逆罪の上、カグラ様にまで傷を負わせ逃亡しておいて。この町の環境維持ができないのも。 あなたが統制機構の支部を破壊したからです。忘れたとは言わせません。響さんまでそんな。違います私は何もしてません何もしていないだったらなぜあなたは世界中から追われているのですかどれだけ否定しようと、事実は変えられません。 いい加減認めてはどうですか自分が全世界の敵だということを。<laughs> 自分の力では届きませんか無念です。響きさん本当に、この世界はもう一人の私が作り出したの だとしたら、早く探さなきゃ。ノエル・バーミリオンを。とうとう見つけたぞ、悪魔め。あっバルケンハインさん貴様に殺された、我が主の無念。この場にて晴らさせてもらおう。聞いてください。 私、レイチェルさんを殺してなんか黙れ貴様ごとき悪魔がレイチェル様の名を呼ぶなど断じて許されぬその罪、死をもって償えうわっ申し訳ありません、レイチェル様 さあ、殺すがいい。だが覚えておけ。たとえ魂だけになろうとも、主の無念は絶対に晴らす。貴様がどこにいようとも、必ず見つけ出してやろう。そのことを肝に銘じておけ。ノエル・バー・ミリオンが。<laughs> ごめんなさい。パルケンハインさんあここにもいない。一体どこにいるのノエル。誰ふぅ。<laughs> あなたは六英雄。白面。 あなたも私の命を狙っているんですね。しかり、ノエル・バーミリオン、貴様の命、もらい受ける。私がこの世界の悪だから、ですか悪ではない。貴様は、この歪んだ世界の元凶だ。 歪んだ世界ま、待ってくださいもしかしてあなたは話はこれまでだ。参るぞ青の少女よはダメこのままじゃ やはりこのままでは無駄か貴様をほふるには相応の手段が必要のようだ青の少女よ命拾いをしたな待って私がこの世界の元凶ってどういう <laughs> 貴様はすでに、その答えを持ち合わせているはずだ。ノエル・バーミリオンが生み出した、現実の一つ。一つじゃあ、やっぱりこの世界はう、う、嘘この感覚って何 あなたもこの世界に来ていたなんて。ノエル・バーミリオン。神殺しの剣か。いい加減、その目障りな面も見飽きたぞ。<laughs> 何を企んでいるかは知りませんが、私が今ここで、あなたを倒します。愚かな。 己に捨てられた存在ごときが世界から逃げ出したい一心で世に刃を向けるか。違う私は逃げたりなんかしません笑わせる。自分自身を否定したソチの言葉とは思えんな。ならば、自身が望んだ世界の一端を見せてくれよう。 その目で確かめよ。え私、勝ったのそれに、これはそれこそ、青のかけらだ。さあ、手に取るがよい。 こんなところにいたんだね。来ないでどうしてあなたは私。なぜ今になって私を拒絶するの違う。あなたは私なんかじゃない。だからそれ以上近寄らないで。待ってせめて理由を教えてどうしてそんなことえあなた。 憎い。憎い。憎い、憎い、憎い。全部あの女のせいだ。この力も、あの女も。もう必要ない。こんな世界。いらない。全部壊れてしまえばいいのに。え嘘。 これを、私がやったの違う。ど、どうして私、こんなことを。嘘よ嘘ではない。これは紛れもなく現実である。言ったであろう。措置がないようをしようと、己に否定された事実を変えられないと。 たとえ青を手にしようと思った。なぜならこれこそが現実なのだから。あっ <laughs> <laughs> <だ>。あっ。ああああ。ああそんな、ソチを拒絶した世界を、ノエル・バーミリオンを憎め。<laughs> あの女は、ソチに己の罪を全て押し付けて、 逃げ出したのだ。この世界の元凶はそっちではない。ノエル・バーミリオンだ。